1977年の野塚駅と周囲約500メートル範囲。右下が広尾方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成野塚駅は北海道広尾郡広尾町字谷塚に、かつて存在した日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号はのか。広尾線の廃線に伴い、1987年2月2日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。プラットホームは線路の西側に存在した。転轍機を持たない傍線駅となっていた。廃止時は無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は無人駅化の際に改築され、スマートな駅舎になった。駅舎は構内の西側に位置し、ホームから少し離れていた。根室本線姉別駅に近い形状の駅舎であった。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語のヌプカ、別に由来する。1981年度の1日あたりの乗降客数は31人。1999年時点で駅跡地には鉄道関連施設は何も残っておらず、荒れ地と化している。2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。